久保さん。まあ、従業員の給料って、まあ、そう簡単にこう、ポンと出るもんじゃないですよね。<laughs> 副業、バイトして、コンビニで働いて、従業員の <laughs>、バイト代、従業員の給料代稼げるかっていうと、まあ、難しいっすよね。うん。なんで、まあ、あの、現実的に借り入れするしかないっていうね。<laughs> 借り入れするしかないっていう。まんだーまんだー なんとかなりまかみたいなね <laughs>。もうマンダ談ンみたいな。うえ<い>、一戦や。みたいなね <laughs>。おい、一戦や。みたいな。漫 <laughs> 談ションな。みたいな <laughs>。あの、好きですけどね。久しぶりにまた、あ、南の手を見たくなりましたね <laughs>。おい、一戦や。みたいな。兄貴いいんすかみたいな。<laughs> 兄貴いいんすか山本 <laughs> さんですね。兄貴いいんすかみたいな。<laughs> いやね、あのー、 でもなんすか、まあ、僕はラッキーだったのが、まあ、従業員の立場も経験したしその社長っていう立場も経験できたので今あるかなっていう久保さんもやっぱ、ね、他の人と違ったのがあのマージャン店やっぱ経営してたリアルやってたっていうところはやっぱ、ね、人とやっぱそもそも最初から違いましたよねもちろんそのマ,ージャマージャン店のおっさんで右も左もわからないっていうそのキャッチコピーの部分はあるんだけどその裏側で 逆にそれが土台となっているというか、そういう経験、マージャン店で3000の単価を上げるのはすげえ大変なのに、ネットビジネスがこれをやればめちゃ、あれこれすげえ楽じゃんみたいなね。<laughs> うん。だそういう苦労を知ってるから、ネットビジネスの苦労っていうのが、そうでもそんなに高くなかったりしたんじゃないかなとは思いますけどね。うん。そう。はい。ということで、久保哲郎が成功した。 要因とかにしておきましょうかいってらっしゃい